娘の入学式に自分の着物を着ていきたいと思ったからです。娘の入学式までお稽古が3回しかできなかったんですけれども、猛特訓をしていただいて、おかげさまで入学式に無事自分で着物を着ていくことができました。周りの方から、え、すごい、自分で着たの？っていう評判が素晴らしくて、もうやっぱりみんな着物は持ってるけれども、自分では着られなくて、いつも美容院で着せてもらえるという感じなので、自分で着られるっていいねってすごく褒められました。で、子供のお友達にも、かっこいいねってすごく褒められました。